購入から1ヶ月経って、妻の車で未来イスからの乗り換えです。子供が大きくなってきたから乗り換えを検討してたところ、この車の CM が流れて、試乗に行ってみたらすっかり気に入ってしまいました。エクステリア、タントに比べ丸っこくて女性向けで可愛らしいイメージがあります。よくワーゲンバスに似ていると言われますが、モノトーンにしたので個人的にはそうでもないかなと思います。インテリア、広さはムーブ以上、タント未満といった感じです。後席も比較的広く、成人男性が足を伸ばせる程度の余裕はあります。収納が多く使い勝手はいいです。スイッチ類もまとまっているので分かりやすいかと。リアシートがフルフラットになりませんが、そこまで荷物を積んだりしないのでまあいいかと。エンジン性能、走行性能、ダイハツおなじみの KF 型ノンターボエンジンです。 4WD で1トン近いですが、ローンヤードの聖火町乗りは必要十分に走ります。タウンスピードではイースの現行 4WD モデルより扱いやすく感じました。しかし高速道路では明らかにパワー不足。東阪車線があるような上り坂では時速80キロキープも厳しく、非力感は否めません。ベタ踏みが必要な場面も。高速を多用するような使い方をするならタントやムーブのターボモデルを検討した方がいいかと。乗り心地、足回りは意外としっかりしていて、タウンスピード程度ならロール感も少なく、よほどの急ハンドルでもしない限りはかっちり走る感じです。燃費、ストップ&ゴーの多い街乗りでリッター13から14キロ程度、重いのでまあ仕方がないかと。価格、 XSA2 の 4WD にオーディオなどのオプション付けて割引込みで160万円弱。新しいモデルなので値引きは厳しいです。総評、個人的感想ですが、ダイハツの車は収納スペースなどの使い勝手は比較的いいかと思いますが、特にハイトワゴン系の NA モデルの動力性能不足は他社と比べて顕著に感じます。とはいえ街乗りの足にするなら不満はなく、スライドドアの車が欲しいがタントほどのスペースはいらないと思うユーザーにはちょうどいい選択になるのかと思います。